極端な話で言ったら3億かかると、うん、ね、谷町もいないどうなる、うん、八百長に走るんだよこれみんな、こいつらが負けていくらっていう話にもなりますし、もう本当に怪我さえしなければあと怪我しずに長くいかに相撲を取るか、そっちの方向にシフトが変わるんですよ、変わってくるんだ、そうです。で俺らがさ、いくら八百長なしで死ぬ気で行っても、もうそういう人間もだってもうビビたるもんしかいないんだから、うん、割合が、ね、そう逆なんですよね、もう本当にこんなね、谷町にこれで、うん、ほんでね、お金を集めないと親方株になれないから、わざとね、1番100万円のやつをいっぱいいっぱいこけて、ほんで税金のかからない金を貯めて株を買う、高菜はいいか悪いかわからないけど、負けちゃったよね、負けてしまった、そこの一大勢力、今2割3割しか、だから八百長してるやつが少なくなったって喜んでる、まだ2割3割いるんですかって言うけど、うん、俺らの時は逆ですね、逆だから